みなさん、こんにちは。花子です。私がアメリカ・ロサンゼルスに住んでいるとき、日本語は英語ネイティブにとって習得するのは難しいと思いました。ロサンゼルスにはスペイン語しか話さない両親を持つメキシコ系の子供たちがたくさんいました。彼らはアメリカ生まれなので、もちろん英語が第一言語ですが、そのほとんどの子供たちがスペイン語も話すバイリンガルでした。一方、日本から来た親を持つ日系アメリカ人のほとんどが日本語を話すことができませんでした。私の感覚で言うと、全体の 5% ぐらいが話せたように思います。どうしてでしょうか？やはり英語とスペイン語は言葉の語源が近いのに比べて、日本語は英語とスペイン語と違い、遠い言語だからではないかと思うのです。もちろんスペイン語を話せるメキシコ系アメリカ人の子供たちは努力をしていると思います。だけど日系アメリカ人の子供たちも努力しているのに挫折していきます。また語学の得意、不得意もあると思います。私の妹はスペイン人のダニエルと結婚しました。お姉ちゃんのエレナちゃんは10歳までスペインに住んで、4年前に日本に引っ越しました。住み始めた時は読み書きに苦労しましたが、本人の努力もあり、今では他の日本人の子供たちのように読み書きもできます。しかし彼女には不満があります。彼女は日本の学校の科目の英語が得意なのですが、日本人の同級生たちには、エレンちゃんはスペイン語ができるから英語ができて当たり前だと思われているのです。彼女は英語を家で一生懸命勉強しています。だから英語ができるからってスペイン語ができると思われたくないというのはよくわかります。しかし確率的に言うと、やっぱり英語、スペイン語の方が学びやすいのは確かだと思います。一方、エレンちゃんの妹アンドレアちゃんは日本語はできるけれどスペイン語が話せません。日本語を勉強しているお父さんのダニエルは、お姉ちゃんのエレンちゃんとはスペイン語で会話ができるのに、アンドレアちゃんとは会話ができませんでした。アンドレアちゃんは4歳の時に日本に来たので、日本語は話せますが、エレンちゃんは4歳の時にはスペインで日本語もスペイン語もできました。彼女らのお母さん、私の妹ヒロミは、アンドレアちゃんももちろん両方自然にできると思っていたので、お母さんもなんで違うのだろうかと不思議に思ったようです。語学のつながりを考えると、英語と日本語は遠いです。現に日本人は学校で6年間も英語を勉強するのに、ほとんどの日本人が英語を話せません。しかし逆に言うと、挫折する人が多いからこそ、その中で残り続けたら需要も高いということです。私は語学が得意であろうとなかろうと、母国語が日本語から近かろうと遠かろうと、日本語を勉強する人が日本語サバイバーとなるお手伝いをしたいと思っています。この話は花子の無料 e-book How to become a confident Japanese speaker に載っています。日本語、英語のトランスクリプトが無料でダウンロードできるので、下のリンクをクリックして読んでみてください。それでは、さようなら。